つまり筋肉の合成が起こっている時にアミノ酸が足りないと他の筋肉が分解しちゃうわけですね。でも EA を取っておきますとそれが防げるということになります。じゃあアミノ酸濃度を高めればいい、だったら食事でちゃんとタンパク質取っておけばいいのではないかとか、あるいはじゃあプロテイン濃度を置いてもいいのではないかということが言えるかと思うんですけれども、実はそれだけではちょっと足りないんですね。血中のアミノ酸濃度をできるだけ高めておくということが良いわけです。そのためには皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はですね、筋トレ中に飲むドリンク、ワークアウトドリンクについて解説していきたいと思います。もう昔は運動中水を飲むなみたいなことを言われていたんですけれども、さすがにもうそういうことを言う人はいなくなって、運動中ちゃんと水を飲むようにしましょうというようになってきました。運動中の水なぜ大事なのかと言いますと、まず脱水を避けるということが大事なんです。もう体というのはですね、体重のもし 2% ぐらいが脱水しますと、もう明らかにパフォーマンスが低下していくということが分かっていきます。ですので、まあ、例えば60キロの人だったら 1.2 キロ、1.2 リットルの水が足りなくなったら汗で出てしまったりすると、もうパフォーマンスが低下するということなんですね。ですので本当は運動前にある程度水をちゃんと飲んで体内に水を満たしていく、でさらに運動を開始してからもちょっとずつ飲んでいくということが大事になってきます。で、水と同時に大事なものがいくつかあります。まず一つは電解質ですね、まあ、ミネラルだと考えてください。運動中に筋肉が吸ってしまったりするのはミネラルが足りない、特にまあ減りやすいのがナトリウムなんですけれども、他にマグネシウムなどが足りなくなったりしても体がちょっと痙攣を起こしたりしまったりしますので、電解質も大事になってきます。まあ、ここではよくですね、塩をちょっと一つまみ入れましょうみたいなことを言われるんですけれども、スポーツドリンクなどにはその塩、ナトリウムなどがかなり多めの成分が入ったりしています。ですのでまず水と電解質、運動中にとても大事だということが言えます。そしてさらに追加したいのが、運動がもし長くなる場合、糖質を入れるようにしたいところです。いろんな研究があるんですけれども、体重かける1あるいは 1.2 ですので、まあ、体重60キロの人だったら 60g から 72g ぐらいの糖質、それをですね、運動中にドリンクに溶かしてちょっとずつ飲んでいく。そうするとパフォーマンスが低下しない。長いトレーニング、例えば2時間とか3時間とか運動するような場合、どうしても後半になってパフォーマンスが低下していってしまいます。でも糖質を飲みながらやりますと、そのパフォーマンスの低下が抑えられるということがありますので、その水に十分な電解質と糖質、体重かける1から 1.2 ぐらいの糖質を摂るようにしていきますと、パフォーマンスが後半になっても落ちないということが言えるわけですね。そしてさらに追加したいのが、できればクレアチンなんです。クレアチンサプリメントで飲んでる方結構多いと思いますし、クレアチン体感があるという方、筋肉が増えたとか筋力が増えた、張りがいい、体重が増えたというような方は結構クレアチンで体感できていると思うんですけれども、それも運動中のワークアウトドリンクに入れると非常に効果的です。よくあるのがですね、クレアチンはエネルギーになるからトレーニングの前に取りましょうというようなことを言われたりするんですけれども、ほとんどの方はもうクレアチン十分に体内に溜まってると思います。ローディングされてると思います。クレアチンを普段からサプリメントで飲んでいて、体内のクレアチンがマックスになった状態、そこでさらにクレアチンを飲んでも吸収されないんですね。ですので運動前にクレアチン飲んでもあんまり意味がないんです。じゃあどのような時に意味があるのかと言いますと、トレーニングするとクレアチンが使われます。ですのでトレーニング中のドリンクにクレアチンを入れておきますと、トレーニングで使われたクレアチンを補給する、クレアチンがマックスの状態をキープできるというわけです。で、飲んですぐクレアチンがですね、体内に吸収されるわけではありません。クレアチンを飲んで体内にちゃんと、まあ、細胞の中に取り込まれるまでに1時間から2時間ぐらいかかっちゃうんです。ですのでトレーニング中のドリンクとして飲んでおくと、トレーニングで使われたクレアチンをちゃんとトレーニング後に回復できるというようなことにもなりますので、ワークアウトドリンクに糖質、電解質、クレアチン、これを入れておくと非常に効果的です。
そして特に筋肉を増やしたい人は EA 飲むようにしたいと思います。トレーニングを始めますとすぐに筋肉分解されてしまうんです。これはもう最近の研究でも明らかになってるんですね。例えば腕のトレーニングしていきますと筋肉の合成、腕で筋肉の合成が始まります。その時に体内のアミノ酸が少ないと他の筋肉を分解してアミノ酸を取り出す。でそれが筋腕の筋肉の合成に使われるということになります。つまり筋肉の合成が起こっている時にアミノ酸が足りないと他の筋肉が分解しちゃうわけですね。でも EA を取っておきますとそれが防げるということになります。じゃあアミノ酸濃度を高めればいい、だったら食事でちゃんとタンパク質取っておけばいいのではないかとか、あるいはじゃあプロテイン飲んでおいてもいいのではないかということが言えるかと思うんですけれども、実はそれだけではちょっと足りないんですね。血中のアミノ酸濃度をできるだけ高めておくということが良いわけです。そのためにはプロテインよりも EA の方が有利、食事よりもずっと EA の方が有利ということになります。これはですねちょっとグラフに書いた方が分かりやすいと思いますので、ちょっとホワイトボードに書いていきましょう。はい、血中アミノ酸濃度についてですね語る前にまずホメオスタシスについて簡単に解説したいと思います。ホメオスタシス、これ日本語に直しますと恒常性の維持となります。まあ、恒常性というのは常日頃の状態を維持するということですね。例えば血圧とか体温とか血糖値とかだいたい同じぐらいのレベルをずっと私たちの体が維持しています。ずっと同じ状態を維持することによって体の状態をキープしていく、命を維持していくということになるわけです。血中アミノ酸濃度もそうなんです。例えば血中アミノ酸濃度、こっちが下限でこっちが上限だったとします。例えば食事をするとタンパク質が消化されてアミノ酸になって血中に入ってきます。で血中にアミノ酸が食事で入っていってだんだん増えていって、で血中に行ったアミノ酸が細胞の中に取り込まれてきます。細胞の中に取り込まれると血中のアミノ酸濃度がだんだん下がっていくわけですね。で元の位置に戻って、で空腹時になるとまた下がっていって、でこの辺で食事をしますとまた上がっていくというような感じになるわけです。でこれが普段のこの間にいるのがまあホメオスタシスだと考えてください。でもこの時にですね食事というのはゆっくり吸収されてゆっくり体内に運び込まれるというこのようななだらかなカーブを通っていきます。でもこれが例えばプロテインだとどうなのか。プロテインだと一気に吸収されます。吸収が早いです。となりますとこの上限をちょっと超えます。上限を超えて吸収も早いので早く下がっていくというわけですね。このような感じになります。でこのように上限を超える、この時に何が起こるかと言いますとアミノ酸が溢れ出すわけです。この時に筋肉の合成が高まるということですね。ですのでこの合成が高まる、ホメオスタシスの上限を突き抜ける、この時に筋肉がいっぱい合成されるということです。じゃあアミノ酸 EA だとどうなのか。これがもっと急に吸収されますのでもうこういう感じになります。この方がプロテインよりも合成が多いわけですよね。ですのでこのようにいっぱい筋肉を合成できるような EA の方がトレーニング中のドリンクとしてふさわしいということです。でトレーニング中結構胃もたれとかしますよね。もちろんトレーニング前にすぐ食事をしても胃の中に物が入っているとあまりトレーニングできません。プロテインもそれに近い感じがあります。プロテインを飲んでもすぐには消化されませんので、ちょっとトレーニング中のドリンクとしてプロテインだと胃もたれしてしまうということがあったりします。でも EA はもう最初から消化されたものですので胃にもたれるということがない。つまりトレーニング中のドリンクとして EA を飲みますと胃もたれもせず合成も高いということになります。ですのでここでですねおすすめしたいのは、まずトレーニングの2時間前にちゃんと食事してください。早めに食事をしておくとゆっくり消化されてゆっくり
トイレ化していきます。食事をしてしばらくしてから今度はプロテイン飲む。プロテインを飲むとこういう感じになりますよね。で、例えばここでトレインにしたとしましょう。で、ここで例えば EA を飲むとこういう風になってきます。いっぱい構成されます。この青いラインが全て重なるとどうなるかと言いますと、まあ、大雑把にいてこういう感じになるわけです。とても多く合成されるということです。つまりトレーニングは例えば2時間ちょっと前に食事でちゃんとタンパク質を取ってる。で、1時間前にプロテイン、そしてワークアウトドリンクで EA というようにしますと筋肉がとてもうまく合成されるという流れになるわけです。で、よくですねトレーニング中のドリンクじゃプロテインじゃなくてペプチドだったらどうかという話があります。ホエイペプチドってあります。ホエイペプチドだったらそんなに胃もたれもしないのではないか、うまく消化されるのではないかということがあるんですけれども、実は EAA は必須アミノ酸ですけれども、ペプチドというのは非必須アミノ酸がいっぱい入っているんですね。 EAA は必須アミノ酸のみでも、ホエイペプチドの方は EAA プラス非 EAA、 EAA は9種類、非 EAA は11種類のアミノ酸となります。つまりホエイペプチドは非 EAA が半分ちょっと入っているということになります。で、どちらがタンパク合成高いかというと断然 EAA の方が高いんですね。ですので、例えば EAA10g とホエイペプチド EAA だとすると、こっちの方が断然筋タンパク合成効果が高いということが分かってます。ですので、まあ、ホエイペプチドをトレーニング中に飲むよりは EAA の方がちゃんと筋肉を合成してくれるということにもなるわけです。この2時間ちょっと前に食事、1時間ちょっと前にプロテイン、トレーニング中のドリンクに EAA、 そのようにしていただきますと一番合理的に筋肉を合成できるということになります。そして EAA を飲んでもあんまり体感できないという方いらっしゃるかと思うんですけれども、そもそもアミノ酸です。食事に含まれるものです。で、普通に合成されるものをちょっと多くするということで、例えば100倍も200倍も合成を高めるというわけではないんですよね。例えば普通にトレーニングして100が101になったとします。 1% 増えたとします。で、これを例えば EA を取ることによって100が102に増えるということです。となると 2% ですから、まあ、1% しか違わない。これってなかなか体感はできません。つまり EA 1回や2回で体感できるものではないんです。でもこれが例えば1年2年トレーニングしてきますと、その 1% の違いがとても大きくなってくるということです。例えばトレーニングでもそうなんですよね。ずっとスクワットばっかりやってる場合とレッグプレスやってる場合、どっちが効果的かってことは、まあ、ここでは言いませんけれども、例えば片方のスクワットだけやってる場合でこれだけ伸びた場合、レッグプレスだけやってこれだけ伸びた場合、1回や2回でそんなに差が出るわけはないです。でも1年間スクワットだけやった場合と1年間レッグプレスだけやった場合、違いが出てくるのではないでしょうか。つまり1回や2回でですね体感できなかったとしても、それが1年2年やっていきますと明らかな違いとなってきますので、そのあたりを考えてトレーニング中のドリンクを考えていただければと思います。はい、ではご質問に回答したいと思います。大会前1週間です。枯渇した状態で摂取したものがすぐに体へと影響されます。その中で EA などを飲んでも良いのでしょうか。大会当日のコンディションへの悪影響などありますでしょうか、ということですけれども、大会前1週間でしたら取っていただいても全然 EA 問題ありません。でも例えば大会の前日とかですと、 EA にもし人工甘味料が結構含まれる場合、人によっては人工甘味料で体がむくむ場合もあります。ですので、そのような方は EA ちょっと避けた方がいいかもしれません。まあ、でも1週間前とかでしたら全然飲んでも全く問題ありませんので、人工甘味料への体の反応を考えて決めていただければと思います。
はい、今回ですね、EA アミノ酸についていろいろお話ししましたけれども、アミノ酸に関しましては筋トレ大学プロについて詳しくお話しておりますので、もっと詳しく知りたいという方は概要欄から筋トレ大学プロの方をチェックしてみてください。今回はワークアウトドリンクについて解説をしていきました。面白かった、興味を持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。